芸術工房のロボンです。今日は iPhone で気になるセキュリティ対策のテクニックを一つご紹介したいと思います。皆さん、追跡型広告ってご存知でしょうか？ウェブサイトやアプリを見ているときに妙に自分にぴったりな広告が表示されるというあれです。実はこれ、自分の住所などの個人情報やサイトの検索履歴などが自動で提供されて起こるものなんですね。少し不安に思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。 iPhone ではもともと追跡型広告が有効になっておりますので、これを制限する設定をすることができます。設定方法は簡単です。設定アプリからプライバシー、広告と飛んで追跡型広告を制限をオンにするだけ、これだけです。これによって全ての追跡型広告が制限できるわけではないですが、大方の追跡型広告は制限できるそうです。ということで、ぜひぜひ皆さん、気になる方はこの方法活用してみてください。それではまた。こちらのリンクよりチャンネル登録よろしくお願いします。皆さん、これからの時代、個人情報は自分の手で守りましょう。